はい、こんにちは、物欲な外野人です。今回は私の動画ではおなじみの TP リンクさんからのレビューを提供品で屋外セキュリティ Wi-Fi カメラご紹介いたします。こちらね、最近発売されたこのようなセキュリティ Wi-Fi カメラなんですけれども、今回モデル名がタポ C320WS というモデルです。このような屋外 Wi-Fi カメラですけれども、以前 C310 というモデルを動画の中で紹介させていただきました。そして私も実際に屋外セキュリティカメラとして C310 使っているんですけれども、今回この C320WS はその C310 からさらに進化したモデルとなっています。なんといっても一番の特徴がこちらです。フルタイムカラーということで、なんと夜間の映像もフルカラーで録画確認することができるというね、仕様になってます。今使っている C310 はこのように屋外に設置しているんですけれどもね、やっぱり夜は暗いのでこのようにモノクロの映像になってしまいます。ただこの C320WS はフルカラーで撮れるということで非常に期待したいと思います。2K の QHD 形式で撮影が可能です。解像度としては 2560×1440 の映像を録画することができまして、 C310 より画質もアップしています。そして従来通りスターライトナイトビジョンであったり、もちろん屋外設置ということで IP66 の防水性能を備えています。録画した映像は SD カードに保存するんですけれども、 C310 は 128GB だったローカルストレージが256GB までのメモリーカードを使うことができます。このように大容量の SD カードを使うことでより長時間録画できるのも嬉しい点です。では実際開封してアプリ設定、そして設置して画質確認していきたいと思います。開封いたしました。基本的には前回の C310 と同じような同梱物になっています。クイックスタートガイドと、そしてあと電源ですね、電源のケーブル、また有線 LAN が使えますので、有線 LAN と接続するためのこのような防水用のパーツです。そして壁に取り付け用の目安のこのようなシールと、あとはネジが付属しています。そして電源ケーブルと本体をつなぐ間のパッキンですね。では本体です。このように屋外等の壁に設置するような形をしています。よくある室内の Wi-Fi カメラのようにこう置いて使うことはできないのでご注意ください。そして後ろにはメモリーカードと、あとリセットボタン、しっかりとネジ止めされた蓋があります。これで防水性保たれています。実際私 C310 をずっとね使っています。屋外で使っていて雨にも降られたりしていますけれども、全くね問題ありません。水の侵入もなく不具合なく使えていますので、そのあたりの耐久性っていうのは実際に実証済みかなと思います。結構見た目的にも可愛らしくて好んでいます。では電源つないでアプリと接続してみたいと思います。電源ケーブルはこのようにパッキンで挟むだけです。最初簡易的すぎるんじゃないのと思ったんですけれども、実際これで問題なく使えています。では実際にアプリ設定していきましょう。このようにタポというアプリをダウンロードしてインストールいたします。私はすでにタポのデバイス使ってますので、こんな感じでもう登録されていますけれども、こちらですね、タポのカメラ、これがね C310 というモデルです。こんな感じで今屋外に設置されてね、まさに今これリアルタイムで見えている状態ですけれども、再生メモリーを押しますと、このように胴体検知した時ですね、はい、これ今日ワンちゃんと遊んでいる時の時間帯の姿がねずっと映ってますね。このようにいつね検知されたかっていうのがスマホに通知が来るので、とっても分かりやすくて便利な機能です。出先からこのね通知受け取ることもできますので、何か人が入ったりね、まあ、夜だと猫ちゃんとかね入ってきた時にも通知来ますので、朝振り返ってみて映像を見てね、あ猫ちゃん来たんだみたいなのをね見ることができます。このようにアプリでも見ることできますし、スマホの通知センターにもね届きます。では新たなデバイスを登録していきましょう。このプラスを押しまして、すでに登録されてるかな、はい、ありましたね、タポ C320WS。 こちらで今回無線で接続いたしますので、ルーターで接続いたします。次へ、デバイスの電源入れます。こちらコンセントにつなげます。はい、 LED が緑と赤に点滅するまで30秒ほど待ちます。はい、緑と点滅いたしましたので、次へタポと Wi-Fi 直接つなぎます。デバイス検索中です。見つかりました。 Wi-Fi パスワード入れてネットワーク接続中です。これでタポの本体と家庭内の Wi-Fi が直接つながります。そして接続を Wi-Fi に戻しまして、デバイスに名前付けます。 C310
C320WS とでもしておきましょう。そしてどこに設置しているかアイコン登録します。屋外といたします。これで終わりです。非常に簡単ですね。続いて自動でローカル録画するにはマイクロ SD カードを入れます。ここをネジ開けましてマイクロ SD カードを挿入いたします。そうしますとこのように新たにカメラが1台登録完了です。はい、こちらを押しますとこんな感じで今ねこのカメラつながっていて、このように映像を見ることができます。かなり綺麗ですね。解像度高いので非常に綺麗に映っております。そして簡単にアプリ紹介していきます。前回の C310 の時とほとんど変わりませんというかね、一緒ですので、まあ、そちらをねご覧いただいてもいいと思いますけれども、このようにねカメラ追加したことで複数台運用も可能です。ここプラスしますと今運用されているタポ C310 とですね追加と押しますとなんと見てください、同時にこれ見ることができますのでめちゃくちゃ便利ですね。家の中に複数このタポ設置しておいて4台まで見ることができます。あ、4台じゃないですね、これ8ページいけるのか、32台までこれ流し見することができますのでこれとても便利だと思います。このあたりはね基本的に一緒ですね。写真、ビデオ、そして音声です。ビデオもこのようにローカルに録画されます。はい、メモリーですね、はい、今 SD カード入れてないのでこちらです。メモリー、このね本体です、スマホの本体に入りますね。さらに写真のとこに写したい場合はこれを押してこのダウンロードと押しますと iPhone の場合はアルバムに保存されますのでこれでローカルに保存して何かね状況とかを他の人に見せたいとか共有したい場合はこんな感じでスマホ自身に保存が可能です。あとはね全画面ですね。こちら解像度非常に高いので全画面でも綺麗に耐えれるね映像となっています。そしてあとはトークです。これ話しかけることが可能です。押し続けて会話です。こんにちは。はい、このようにですね遠隔で音声話すことができますし音声通話ということで、こうね電話しているかのように押した時だけじゃなくて双方向の会話可能です。プライバシーモードで押しますと映像無効化になります。そしてアラートのオフ、そしてタポケアです。こちらはねサブスクリプションになります。30日間クラウドにね動画を保存してくれるようなね機能だったりということで AI 検知とか、さらに機能が付与されます。こちらね金額としては月額400円ということでこのように安い金額で1ヶ月クラウド録画してくれますので SD カード壊れたりしてもねずっとクラウドに録画されてますので非常に安心できる機能かと思います。そして再生メモリーということで SD カード入っている場合は先ほどね C310 でお見せしましたけどタイムラインが出まして、あとはメモリー、このスマホに録画したものはメモリーで見ることができます。どんな感じで見えるかと言いますと、ちょっと今のこれ機能一緒ですのでね C310 で見ますと、はい、このようにですねタイムラインスライドさせてこんな感じでワンちゃん今ソラ君とね遊んで、私はねなんか、植物の写真ちょっと撮ってる姿が見えていますけれども、このような感じが再生メモリーの機能です。基本的には首振りタイプでありませんのでシンプルなね操作体系になっています。あとはモードです。自動、日中モード、お休みモード、このあたりであったり、あとはライトですね。このように光らせることができるのがここのライトですね。あとはファームウェアバージョンのアップデートも可能です。そしてその他ねタイムゾーンだったり画像反転だったり LED 点灯させますかとかね、いろいろと SD カードの設定だったり画質ですね、画質もやっぱり高精細に撮りたいので4メガピクセルにしておきます。高度な設定では周波数の設定、まあ、自動でもできるんですけれども今60に設定いたしました。音声記録もしますかというようなねこういった設定が可能です。そして今回の特徴はナイトモードですね。ナイトモードのこちら赤外線モードというのはこれまであったんですけれども今回フルカラーモードというのがあります。こちらがね夜間でもフルカラーの映像を表示するということでこの機能が今回の売りの一つでもありますのでどんな感じに映るのかっていうのを見てみたいなと思います。ちょっとね部屋の電気消してみましょうか。はい、今フルカラーモードにいたしました。フルカラーモードにいたしますとこのようにですね自動的に暗くなるとライトがつくようですね。さすがに光がないとこうカラーで映すことはできませんのでこんな感じで、はい、今オレンジのねバッテリー見えてますよね。光を当ててやっぱりフルカラーで録画するようですね。非常に高感度のセンサーでライトなくてフルカラー撮るのかなと思ったんですけれどもそのような仕組みではなさそうです。
このようにずっと光を照射し続けてフルカラーモードを維持するというのが、こちらのナイトモードのねフルカラーモードというモードですけれども、これだとずっと照らされてしまいますので、やっぱりね普通は赤外線モードで、そして動きがあった時だけこのね光を照射するという、それがねあるんですよ、スマートモードです。これをやりますと動きがない時は、はい消えましたね。そして見てください、今赤外線です。こちら赤外線のセンサーでの映像となっていますので、カラーがね消えているのがお分かりいただけますか。はい、そして動いた時だけですね、はい見てください、このように光がつきましてフルカラーになるというのがスマートモードです。これで動きがあった時に光りますので、ある意味ね防犯用途にもなるかなと思います。ただひっそりとね録画し続けたい場合は赤外線モードにねしておいてもいいのかなと思います。夜間来る猫ちゃんとかのね行動を監視したい場合、こうピカッと光ると逃げてしまう可能性もありますので、そういった場合は、こちらナイトモードをね赤外線モードにしておくのもありかなと思います。そして光の明るさは5段階で変えることが可能です。はい、このように今3ですね、マックスの5だと、はいこんな感じで明るくなります。1だと、はいこのくらいですね。ですので、まあ、1でもね近場は取れますかね。はいこんな感じで映りますので、このあたりはねどれぐらいかは実際設置してみて自分で強度を決めるといいかと思います。ざっとね機能を紹介してきました。これまでの C310 に比べてこのような機能ついてますし、画質もアップしてますのでね、買い替えの方もねおすすめできるかと思います。このように明るくなると赤外線モードは自動的にオフになります。では続いてワンちゃん撮ってみて画質どんな感じっていうのと、今の C310 に置き換えたいと思いますので、そのあたり紹介して終わりたいと思います。このような感じで実際設置いたしました。扉の部分にね今の C310 と同じようにタイラップで結びつけて設置する感じです。これだとねネジいりませんので、まあ、こういった形状がある場合はこのように取り付ければいいと思いますし、壁にね穴開けて通常のように取り付けてもいいと思います。そして画質ですけれども非常に綺麗ですね。これまでの C310 以上の画質になっていますので、こういったね屋外に設置することでより状況をクリアに見ることができます。かなりおすすめできる屋外カメラだと思います。ずっとワンちゃん見守りたい、ペット見守りたいという用途にもとっても便利だと思います。かなり動き続けますので、ね、動態検知はねちょっと考えた方がいいと思いますけれども、夜寝る時もこの光があるとね目覚ましてしまうので、ワンちゃんとかペットの場合は赤外線モードでね、録画し続けるのがいいのかなというふうに思います。ということでいかがでしたでしょうか。この屋外セキュリティ Wi-Fi カメラ TAPO C320WS ですけれども、 C310 の機能を踏襲した非常に良い屋外カメラになっていると思います。屋外でのカメラね何をメインに使うかと思っている方、実際私が運用して風雨にさらされている状態で使ってますけれども全く問題がありません。複数台運用もねできるような仕組みになっていますので、ぜひねおすすめしたい Wi-Fi カメラかなと思います。ただ PC からは見ることができませんので、このような TAPO のアプリ必須となっていますので、パソコンからねいろいろと見たいと思われる方はねちょっと合わないかなと思いますけれども、だいたいサクッとね部屋の Wi-Fi 内だけでなく屋外の 4G 回線でも見ることができますので、結構問い合わせ多いんですよ。これ外から見れますかっていうね問題がありますけれども、問題なく見れます。例えば今ね Wi-Fi オフにしてみましょう。はい、これねドコモの 4G 回線です。その状態で更新してみます。
タップして更新。どうでしょうか。はい、こんな感じで問題なく映っております。見てください。はい、こちらが Wi-Fi オフで出先で見るような環境と同じように 4G 回線で映してます。というのもこのタポの本体と Wi-Fi 今直接つながっている状態ですのでね、このスマホを経由しているわけではありませんので、このようにアプリを通して通信通して映像が 4G 回線で見れるというような仕組みになっています。このように出先からもバッチリ見ることができますので、家の中、ワンちゃん、ペット、そして屋外とね、設置形式が合えばこのようなタポ C320 使ってみてはいかがでしょうか。ということで今回は TP リンクタポ C320WS ご紹介いたしました。何かね、また質問ありましたらコメント欄いただけますと幸いです。今回もご視聴いただきありがとうございます。